1994年、そいつはいきなりゲーセンに現れた。そしてそいつは俺たちを睨みつけた。変な名前の格闘ゲーム、そんな印象だった。まさかこんなゲームがその後数百万人を魅了する大ヒットゲームになるなんて、その時はまだ誰も知るわけなかった。総力特集鉄拳。なんかひどい格闘ゲームがあるな。で、最初は僕あのロケに配属 だったんで営業だったんで、もともとで、これをなんとかプロモーションして盛り上げなきゃいけないのかと思ったら、ちょっとテンションの下がったみたいな感じで。まあ私もまあ会社でひどいゲームがあるなと思ってたんですけど。あの、要はバーチャファイターっていうのセガさんから出ましたよね。で、そしたらまあ我々としてはやっぱりポリゴンってナムコが先行で製品にしてたんで、これだったらうち格闘ゲーム行くんじゃないかっていう話で、まあ作り始めたっていうところです。なるほどなるほど。ラウンド1ファイト。4ボタンの操作や無限フィールドなど、これまでになかった 3D 格闘として登場した鉄拳。しかし当時のユーザーはこれを受け付けなかった。あの高校生のカップルがゲームセンターに来てて、その彼氏の方が鉄拳やり、まあ、100円入れてスタートしたんですけど、隣で立ってるその女子高生の彼女の方がそのキャラクターラインナップを見て、いやー選びたいのがないって、あの一言が鉄拳1を示してるのかなって。選びたいのがない、あーこの子やっぱ正直だなと思って、その通りだと思って、あれがかっこいいんだっていうのは後から言えることであって、あの当時あれを真顔で絶賛してる人っていうのは大体ちょっとセンスがおかしい人ですね。ちなみにここまでこう否定から入るってことどうなんだろう。まあ否定されて始まったゲームでもあったんで。しかしその否定はプレイステーション版鉄拳の大ヒットにより徐々に変化を見せ始める。あ、そこに関してはもう絶対売れるとは思ってたんですね、家庭用に関しては。まあアーケードに置くと、まあちょっと見栄えしなかったですけど、あれ家庭の、まあ、テレビに初めて映ったらきっとこれみんな驚くだろう、みんなこれ買ってくれるだろうっていうのは、まあ革新的には思ってましたけども。やはり1の失敗っていう、我々としてはなかったものには当然しないですけど、これが初めてワンだっていうようなイメージで鉄拳2っていうのを。ラウンド1ファイト。前作からたった8ヶ月での続編、システムの改善、主役の交代、キャラクター数倍増など大幅な進化を経て生まれ変わった鉄拳をユーザーは否定しなかった。いや、あの頃はもうプロジェクトのメンバーも楽しくてしょうがなかったんですね、実際作るのが。まあこの先鉄拳3の話になると結構壁が出てくるんですけど、その壁がまだない状態で、何でもできるんじゃないかっていう状態で作ってました。そして鉄拳2はアーケード家庭用ともに大ヒットを記録する。あの当時結構ゲーム、まあ、映画もそうだしゲームもそうだったんです。3って結構鬼門だったんですよね。2話までは売れるみたいなのがあって、3は結構鬼門みたいなのがあって、まあそれで結構まあ、みんなも慎重になってた部分もあるのかもしれないですけど、やっぱ次かなり模索してて。2から2年、97年8月、鉄拳3登場。前作より19年後のストーリー、キャラクターはほぼ総入れ替え、完全リニューアルを果たした鉄拳にユーザーは驚いた。そうなんですよ、1はだって
無格好だし濃いし、うん、で2はいきなり平八が主人公になって、うん、親父が主人公でゲームの平均年齢が上がっててみたいな。ようやくかっこいいキャラ3から作れるようになったかなという感じですよね、うん、システム面でもサイドステップなどの新たな要素が加えられ、さらに対戦に奥深さを増した3。98年3月にはさまざまな要素を追加した家庭用が発売。これも大ヒットとなり、この3はアーケード家庭用ともにシリーズ最高の売上本数を記録する。ここで鉄拳は対戦ツールとして一つの完成を迎える。そう、ただ逆に言うとソロ3っていうものがあまりにもあの存在が大きすぎて、やっぱユーザーからは何かにつけ鉄拳の最高傑作って3って言われるし、やっぱ開発内でも一番売れたのは3だっていう山みたいにちょっと一つ捉えてるところはあるし、そこら辺は結構我々にとってもコンプレックスになりつつあるところであるので、あれを超えなきゃいけないなっていう。次はもう新基盤だろうと我々は踏んでたんですよ。でそれのための企画書も一応鉄拳その時点で4っていうのをもう作ろうって言ってたんですけども、その話がちょっと先に伸びちゃいまして、当時進んでいた新基盤での4、この開発は諸事情によりストップすることになる。代わりに彼らに与えられたのは3と同じ基盤を使った鉄拳新タイトルの開発という厳しい課題だった。じゃあ基盤変わらないし、その開発期間も実質2ヶ月ちょっとしかない、こんな期間で作ってできるものって言ったら、もう僕なんかもうその時点で拗ねてるようなもんですからちょっと拗ねてて4作れると思ったのに。でもそれだったら、メモリ上にキャラクター2体しか置けないけど疑似タグやりましょうって言って、交代ボタン押したら一回キャラクターが慌てて逃げていって、画面外から一人慌ててタッチ交代して入ってくるんですって言ったら、もう二人で笑っちゃって爆笑してたんですよ。まあそんなわけねえかみたいな、そんなゲームできねえかって言ったら、一人だけその中谷というプロデューサーがですね、真顔でですね、それだとかって言い出して、それやろうよとかって言い出して、あの販売からも営業からもそんなの売れるのって言われました、ね、うん、反応悪かった、ね、発売して設置するまでずっと文句言われてます、はい、こんなの売れるの、味方がいませんでしたね。しかしその状況はリリースとともに一変する。シリーズ歴代キャラクター総出演の鉄拳タッグトーナメント、鉄拳シリーズを待ち焦がれたユーザーにとってそれは紛れもなく鉄拳の新作だった。シリーズ最大のキャラ数、膨大な数の技、そしてそれらを支える絶妙なバランスはユーザーを夢中にさせた。その頃ちょうど韓国で鉄拳が、今でもそうなんですよ、タッグって結構韓国ではかなり伝説的なゲームと言われていて、当時グランツーリスモとかの売り上げを抜いてたんですよね、家庭用とかも。それぐらい韓国の人気が出てきて、それで社内の評価もコロッと変わっちゃいましたね。それ以降はタッグ2出ないのっていう話ばっかりに4なんかより全然受けよかったですか。そこが暗黒の時代に入って、そこが悔しいんです。だからそこが悔しいんですよ。タッグから2年、2001年8月にリリースされた鉄拳4。切り札はこちらにある。新たな基盤上で表現されたその世界は、壁、地面の高低差などの新システムに加え、キャラクターもよりリアルに表現されていた。それはまさに新世代の鉄拳としてリリースされた。しかしそれをユーザーは受け入れなかった。当時やっぱりタッグも出したっていうところで、次どうしていいか僕らも分からないって迷いがあったな。ってことはやっぱりできるだけユーザーの意見、タッグが逆にユーザーの意見取り入れてないもんですから、4はユーザーの意見できるだけ取り入れてあげたい、できるだけ組んであげたいって気持ちが大きすぎて、相反する意見まで全部チョイス持ってきちゃったんですよね。今まではとにかく挑戦し続けるっていうスタンスだったのが、突然守りに
確かに入ったっていう感、まあ今思うとあの時は守ってたなっていう感じがします。鉄拳3のあの勢いを取り戻せないまま4は失速する。鉄拳は8年ぶりに否定された。まあ、ただあれがないと今の5は生まれてないんで間違いなく。なるほどなるほど。鉄拳4を作り終えて何が辛かったかっていうのは我々としては分かっていたので、もう本当に鉄拳4をベースに面白いゲーム作ろうっていうのが、新システムとかっていうのもあえてもう考えないようにしよう、まあ本当に軽い気持ちで作り始めた方がいいんじゃないかっていうことですね。おそらく鉄拳5をこうした方がいいだろうっていうのはやっぱ50人100人いますから、プロジェクト100人近く最終的になりますんで、その全員がこう同じ意思に一つの意思に固まるのすごい時間かかるんですけど、5はそれが早かったですね。やっぱりよりシンプルな対戦格闘として、そしてより爽快感のあるゲームとして鉄拳は生まれ変わった。対戦ツールとしての完成度の高さはもちろん、カードシステムの導入などによりこれまでの鉄拳ユーザーだけでなく新たなユーザーも数多く獲得し、シリーズ最大の盛り上がりを見せた。これ完成させてしまえば絶対いけるだろうっていう、あの確信はないんですけど自信はやっぱりあったんで、それを一つ目標にかなり頑張れたかなと思いますね。そして戦いの舞台はプレイステーション2へ。ハイクオリティムービーや数々の家庭用オリジナルモードなど、シリーズ史上最大のボリューム、まさに究極の鉄拳5がここに誕生した。社内からもうちょっとそれやりすぎだろ入れすぎだろとか、ここまでサービスしちゃったらまずいだろっていう批判がちょっと起きるぐらい実はあったんですけど、ぐらい結構詰め込んでいて、鉄拳5からが鉄拳だと思って買ってもらっても、シリーズ1、2、3、4をタク知らない人、やってない人でも5さえ買えばファンが見れる気がする、OK、何もかも OK なんでいけちゃうっていう。4が売り上げが悪かったのから言えるんですけども、4ってちょっとシミュレーションっぽくなってしまったと思うんです。我々としてはやっぱり実際の格闘技を取り入れなきゃいけないとか、やはり我々がナンバーワンなんだっていうつもりで作ったのがやっぱりちょっとおごりがあったかなっていう部分もあるんですけども、で5は本当にまたゲームだったよ、やっぱり鉄拳はゲームだよねっていうキーワードで作ってるんで、やっぱり鉄拳はゲームであるというところです。10年前とはとてもじゃないが比べ物にならないくらい鉄拳は進化した。なぜ進化できたのか、それは間違いなく数えきれないほどの多くの人が鉄拳に触れたからだろう。いくら技術が進歩しても遊ばれなければゲームは進化しない。ユーザーが遊んだ分だけゲームはしっかりと進化する。そして鉄拳は10年でここまで来た。その進化はまだまだ止まらない。まあ否定されて始まったゲームでもあったんで10年前いきなりゲーセンに現れて俺たちを睨みつけたあの変な名前の格闘ゲーム、まさかあんなゲームが今こうして日本だけじゃなく世界中で愛されているなんて、あの時はまだ誰も
知るわけなかった。